皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、じっちゃんが持ってるさ、安い80センチのスライダーがあるんだけど、これにね、アンドールのさ、ローリングスライダーっていうね、こうカメラを乗せてこう動かすやつがあるんだけど、それをくっつけてね、電動スライダーにねしてたんだよね。でそれをさ、車に乗せてたんだけど、もうね、いろんなとこが劣化してさ、使えないんで、今日下ろしてね、ちょっとメンテナンスをしました。でさ、この電動ドリーをさ、無理やりね、 L 字型のさ、金具でさ、この安いねスライダーにくっつけています。足のとこにね、挟み込んでるんだけどね、ネジの間にね。まあ重たいもんじゃないんでね、これで十分だよね。反対側もさ、 L 字型の金具を買って、プリがね、安いのがあるんで売ってるんで、それをねつけてワイヤーでね動かすようにしてるんだよね。まあ全体像は映らないけど、まあこんな感じだね。で上はさ、雲台はね、大きな雲台つけられないんだよね。どうしてもワイヤーが干渉してしまうんで、そこそこのね、ちっちゃいさ、雲台で、しっかりした雲台であればね、それでいいと思うんでね、それをね、つけてます。で、ワイヤーの針はさ、スプリングとね、輪ゴムでね、調整してる。強すぎてもダメだしさ、弱すぎてもダメだからね。最初はね、スプリングだけでやろうかなと思ったけど、やっぱり無理だね。間にさ、輪ゴムでこう調整してるよね。これでね、うまく動いてはくれる。ただね、水平移動だけだね。傾斜がつくとさ、やっぱりどうしてもワイヤーがね、空回りしてね、無理だよね。水平はね、こうやってスムーズにね、動くんだよね。で、まあスムーズにさ、動くようにじっちゃんはレールにさ、なんていうの、ベルハンマーっていうね、オイルなのかな、これはっていうのをね、買ってたんで、それを塗ってはいるんだけどね、それでだいぶね、滑りは違うよね。このスライダーはさ、ベアリング式じゃないんでね、どうしてもやっぱり滑りを良くしないとさ、無理だよね。まあスムーズにこうやって動いてはくれる。でね、今カメラのしてるんだけどさ、このカメラでね撮った映像がさ、この映像なんだけどね、まあスムーズに動いてるよね。スムーズには動いてる。ただね、スピードが一定なんだよ。スピードが一定、このスピードしかね撮れない。もうタイムラプスとかね、そういうのは無理だよね。でさ、じっちゃんがね、何年前かな、3、4年前にさ作った電動スライダーがあるんだよ。これはもう完全に自作だよね。全て自作で作った。でレールはね、ステンレスを曲げてさ、レールを作ってるんだよ。それにね、ベアリングのついたさ、滑車で動くようにしてるんで、これはスムーズには動くよね。でいろいろね、基板もね、自作の基板を作ってさ、まあ端まで行ったらさ、自動でね反転をしたりとかさするんで、自動で反転しないとさ、置きっぱなしにできないんだよね。端まで行ったらさ、スイッチが切れるようにね、このリミッタースイッチをつけてさ、スイッチが切れるようにすればいいんだろうけど、まあそれじゃ面白くないよなっていうことでね、両サイドともさ、端まで行くとね、反対の方向に反転するようにね、回路組んでるんだよね。ただね、これはね、使いやすいって、使う分にはね使いやすいんだよ。スピードもね、無限大で調整できるしね、速いスピードもさ動くようになってるし、タイムラプスでね、端から端までさ1時間ぐらいで動くようなスピードもさ
つけてる。それからあとね、途中で今画面で映ったようにさ、反転できるようにしてるんだよね。まあ、スピードはさ、こうやって1メーターをさ、これ1メーターぐらいのねスライダーなんだけど、作ったのはね60分約1時間でさ、端から端までね移動するようにしてるよ。でそのスピードだったらね、タイムラプスがね取れるんだよね。まあ今そのスピードなんだけど、まあ目には見えないぐらいのね、まあよく見たらさ動いてるかなっていうぐらいのスピードなんだけど、ただねこれはねオールステンレスでじっちゃん作ったんでさ、重たいんだよ。もうとてもじゃないけどね持って歩く気がしないね。ということで今日はじっちゃんのねシャリムリ合体スライダーと自作のねスライダーのご紹介でした。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。